ース喋り残し、はい、今日ですが、今日オンエアでも触れましたけどね、判決が出ました。福岡県の保育園で去年の7月ですね、5歳の男の子がバスに置き去りにされて熱中症で亡くなった。でその時の元園長とそれからバスの介護者に、執行猶予付きの判決が出たと。で、ああそんなに経つかっていう話じゃありません。皆さんの記憶にあるのは、今年9月に静岡県で起きた3歳の女の子が亡くなった方の話で、今日これ判決出たのは本当にそっくりな事案なんですが、去年の7月にだから毎年のようにこういうことが起きていて、なんとかしなきゃねって話なんですが、ただこうやって事件になって子どもさんが亡くなるケースがむしろ氷山の一角だということがよくわかるのはこれね、9月に産経新聞に出ていたアンケートなんですが、これ幼稚園保育園関係者ですね、267人に聞いたデータなんですが、バスに園児を残したまま車を離れたことがあるかどうかっていうので267人中15人があると答えています。で3人はですね、それとは別に3人の人は園児が中からロックをかけていたとかね、園児がエンジンをかけていたってダジャレみたいですが、子供さんが自分でエンジンかけちゃってる、だからキー差しっぱなしっていうことですかね、そういうケースも3つあったと。で今日あたりも東北の方 のこれは小学生ですけれども、バスの中に取り残されたきり、これは子どもさんが自分でクラクション鳴らしたんですぐ気がついたということなんですが、あんだけの事件があってあんだけ騒がれていてまだやるかっていうのが正直なところでね、これやっぱりなんかうわひでえニュースだなと思ってニュースをこう呆然と、漠然と聞いてるだけで自分のこととして受け止めていない、自分のこととして受け止めていたらこんな事故を何回も繰り返さないだろうと思うんですが、そうなったらやっぱり繰り返さないためのシステム、今日それについては今日オンエアで触れてますんでね、このままでいいということは決してないと、はい、そういうことです。さて、防衛費の話がどこかになったな、これだ。政府は防衛力の強化に向けて従来の防衛費に加え防衛に役立つ研究開発や公共インフラの整備などを一括で計上する予算の枠組み総合防衛費を創設する方針を固めました。これちょっとまやかしなんです。何がまやかしかというと、長年日本の防衛費っていうのは GDP の 1% っていうなんとなく枠がありました。まあ今からもう45年ぐらい前にですね、政府が日本の防衛費、どんどん伸びていくけども GDP の伸びに合わせて GDP の 1%、GDP が500兆円だったら5兆円の防衛費っていうことで、大きな枠を作ったんですね。でそれで何が起きたかというと、だけど GDP の 1% じゃ足りないよねって話になってきた時に、予算上計上される防衛費とは別名目でこう予算組んで、でマスコミ発表的には 1% ですよ、むしろですね最近は防衛費増額しろっていう意見もだいぶ目立ってきましたけど、長年防衛費を抑えろっていう方の圧力が強くてですね、そうすると GDP1% って政府が言ったんだから絶対超えるなよっていう話になって、でそれ超えないためにデータ上防衛費を圧縮して公表してたんですよ。ところがここへ来て防衛費増額しろっていう、むしろそういう圧力が高まってきて、何を考えてるかというと、今までそうやって除外してたやつを防衛費の中に入れて一括で発表しますから見た目の額は増えるんですが、実は同じなんだけど見た目の額だけ増やすという本質的な物事の解決じゃなくてですね、今まで 1% 枠を守るために表面上出ていなかった予算を防衛費というふうに計上することによってトータルの予算が増えたように見せますという、このニュースはそういうニュースです。だから本質的に防衛費を増やすという話でもないし、だから防衛費増やすのか、増やすとしたらどのくらいなのか、それにしてもその GDP の 1% っていうとですね、GDP って、中国に抜かれて、抜かれたどころじゃありません、中国の今も3分の1以下になってると思いますが、世界第3位、私なんかの記憶で言うと日本の経済力は世界第2位って言ってたんですが、今中国に抜かれてしまいましたから世界第3位、世界第3位がずっと続いてるんですが、ものすごい円安ですから、ドルに換算した時に
まあ、ユーロが下がってるから逆転はしないかもしれませんけれども、このまま円が下がり続けると、ドルベースに直した時の日本の防衛費、日本の GDP はドイツに抜かれて第3位になる、第4位になる可能性がちょっと出てきました。それで今インドの GDP がすごく伸びてるんで、今 GDP の序列でいうと国としての GDP ってトップがアメリカ、2位中国、大きく離れて日本で、ちょっとの僅差でドイツがあって、その下がインドなんですが、このまま円安が進むとドイツやインドに逆転される、まあ、インドは急激に伸びてますから相場はインドには抜かれそうですけども、なんか世界第2の経済大国っていうのが私なんかの世代でいうと日本についての決まり文句だったんですが、まあなんかどんどんいろんな意味で貧しくなってるよねっていう、まあ、貿易と関係のないところでそんな印象を持ちます。さあそんなの中ですね、原発の話ですね。原発、原則40年最長60年っていうのが今の決まりなんですね。だけどこれだとですね、非常に不具合が出てきました。何が不具合かというとですね、今日本の原発、法的に動かしてもいい原発いくつあるかというと33なんです。で、いろんな審査が終わってもうすでに動かしてますよっていうのが、まあ、あの東日本大震災以降、徐々にこう動かし始め、全部止まったやつをちょっとずつ動かし始めて現在10個動いてますが、動かせる上限が今33基なんですね。で、このままいくと何が起きるかというと、33基のうち40年を超えてるやつが4つ、30年を超えてるやつが、今の4つを入れて17なんです。つまり日本で動かせる原発は33なんですが、そのうちの17というのはもう30年を超えてるわけですよ。で、原則40年で、1回延長で60年までいいよっていう、これだとまもなく 40年で今動かしてもいいよっていう33の原発のうちの半分動かせなくなっちゃう可能性がキンキン出てきてる。で、原発いくら必要だとか大切だとか言ったって存在しないものを動かしようがないわけで消えてっちゃう。で、なんとかそれを防ぐために、稼働年数を伸ばす。で、これ2つ議論があったんです。つまりもう年数を決めずに、審査通ればいつまででも動かせればいいじゃないかっていう議論が1つあったんですが、いや、やっぱりそれだとイメージ悪すぎるから一応最長60年は残すんだけれども、止まってるやつは、止まってる期間は後ろ追加しようじゃないかと。で、東日本大震災以降ですね、10年ぐらい審査で止まってると、まあ仮に1つの原発がすると、その原発10年間止まって動かしてないんだから、最長60年プラス10年で70年まで使えるようにしましょう。そうすると目先どんどん原発なくなっちゃうじゃない、現実にっていうのは防ぐことができると、そういう、まあ、趣旨なんだけれども、ただ原発に関して言うと、ちょっとそろそろやっぱり神話から目が覚めた方がいいよと思うのは、日本の原発これ33基全部動かしても、まあ、少なくとも今例えば10個動いてますが、10個動いてる原発全部足しても日本の水力発電の総発電量に及ばないんですよ。で、これ33基の原発全部動かしたとしても日本の総発電量の、太陽光の総発電量の半分ぐらいしかならないんです。ただし、まあ太陽光の場合は、太陽が出てないと動かないので、原発の場合は24時間動くので、そういう意味で言うと総発電量という見方をするとまた違うんですが、少なくともどのくらい発電できますかという、その発電能力で言うと原発全部の総発電力と太陽光の現時点における総発電力を比べたときに、原発の総発電力って太陽光の半分以下なんですよ。今もうそのぐらいのレベルになっちゃってるということはまず認識しておかないと、原発動かしたらなんか全てがバラ色で解決するようなイメージは持たない方がいいだろうと思います。やっぱり現実をよく見なくちゃねと。それとやっぱり原発の最大の問題は燃えるウランっていう燃料がですね、どうもこれちょっと厳密には誰もわからないんですけれども、どうも石油の残存資源量よりも燃えるウランの残存資源量の方が短いっていうのが、まあおそらくだから、まあいわゆるその高速増殖炉っていう、燃えないウランを燃えるウランに転換するための、まあ施設を作ろうと思ったんだけど、これもまあできずに失敗しちゃってるという状況の中で、今ある原発は33基、そのうちの17基がもう築30年以上、
このままいくと、どんどん使える原発なくなっちゃうよ。で、じゃあ今でこれ今回伸ばした最大の理由はやっぱり新しい原発作ろうって言ってもまず新しい立地というのがまず無理で、既存の原発の敷地内に何とか追加で建てるって言ってもおそらく相当ハードルが現実には高いわけで、まあ、そのあたりの判断をちゃんとしていかなきゃいけない時期には来てるんじゃないのと。なんかずるずるいろんなことの決定を先延ばしにするというそういうことばっかりが行われて、物事の本質的な解決をしようという意思が現政権には全く見えない。はい、もっとちゃんと仕事しろよって感じですね。さて何ですか。カズワンの沈没事故の旅客船の賠償額が1人3000万円から1億円以上に引き上げる方針だと。ああ、1人3000万円は安すぎだろうっていうね。限度額1億円、それでも安いなっていう感じがしますけど。でも今回のことで、今日あたり報道されてますけど、来年度予算で対策費として30何億円計上するって話なんだけど、救命いかだ一つ、まあ国交省の認定費の高いやつでも多分8人乗りで50万円ぐらい、安いやつで海外製品で ISO をクリアしてるやつで30万円もしないはずです。で、今回のやつに5つそういうの乗せてたら全員生きて帰ってたはずなんですが、それ5つ乗せるにしたっていくらかかんだって言ったら、まあ、数百万円ですよ。アッパーでも30何億円かけて対策費って何使うつもり、どうするつもり。そんなことよりもそんな金があるなら1億円ぐらい使って、そういう1時間以内に海上保安庁の船が近づけないエリアって本当に知床半島のあそこだけですから、あそこ以外はもう日本で海上保安庁の船は1時間以内に駆けつけられるように全部の設計がもうできてますから、だったら海上保安庁の巡視船が1時間以内に駆けつけることができないところの観光船だけとりあえず救命いかだ乗っけとけよって話なんで、それそんな何十億もいらない話で今すぐできることなんですけど、そういうことをしないんだよね。30何億円の対策費って何をどう使うつもりっていう、今すぐなんか人の命を助けるためにどうするかとかいうそういう発想が全然ないんだな、この国は。おっ、失礼しました。ちょっと今日私この後急ぎますので、また明日です。ご清聴ありがとうございました。